はいどうも、バシデです。ということでね、今日は予定を変更してカメラを回しておりますけれども、なんでそんなことをしているのかというとですね、エイブルトンさんがついにやばいもん発表、発売してくれましたね。はい、そのわけで今日は喋っていこうと思います。よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。チェックラ。はい。というわけでね、エイブルトンさんがですね、まあ、エイブルトンっていうのは、エイブルトンライブといってね、DAW、音楽の作成するソフトをね、作っている会社なんですけれども、そこの会社がですね、音楽のアイデアを形にするスケッチ用の iOS アプリ、エイブルトンノートというね、iOS 用の、音楽制作ソフトを、発売しました。で、価格もですね、驚きの価格、この円安の時代に、1000円というね、値段で出してくれたのも驚きなんですけれども、まさに音楽クリエイターのためのスケッチ用の iOS アプリなので、DTM でね、曲を作る方とか、DAW が好きな方はもうほんとね、必見必聴っていう形でね、こうやって話させていただいてるんですが、数々のね、YouTuber さんとか、DTM スクールの方なんかね、もうすでに動画をね、上げてるんで、そちらの方もね、チェックしていただければよりわかりやすいかなというふうにも思うんですけども、僕もね、エイブルトンを愛する、一人の人間としてね、これを紹介させてもらおうかなというふうに思って、今日はカメラを回してる次第でございます。はい。僕も早速購入して使わせてもらったんだけど、もうやばすぎて、もうびっくりして、思わずね、最近音楽に興味を持ち始めてる甥っ子にも、勧めました。はい。で、甥っ子も音楽、まだ小 5? ぐらいなんだけど、最近音楽をね、うちの妹がピアノ弾いてたっていう影響もあって、音楽が好きなんだけど、ちょっと教えてほしいっていうことで、じゃあ、ってことでね、DAW があってとか、オーディオインターフェースがあってとか、そういう話してて、で、DAW はとりあえずエイブルトンはおすすめだよっていうふうに お話をしてたんですよ。その矢先に、こういったね、エイブルトンノートというものがね、出たんで、ちょっと僕も興奮してしまいましてね、ついついね、LINE で、おいっ子の方にね、こんなん出たぜって言って教えてあげたんですけどね、本当にDAW を買うとか、なってくると、まあ、それなりにね、お金もかかりますよね。パソコンも必要だし。なので、やっぱ小学生にはまだ非現実的なところがあんのかなっていうのもあって、でも、こういったね、APP ストアで買えるようなアプリだったら、ほんと小学生でもね、もうなんか遊びがったらできるんじゃないかなっていうことでね、非常に、しかもエイブルトンでね、あるっていうんでね、非常に僕も興奮してしまったんですけれども、まあ、この手のね、アプリ、音楽制作アプリなんていうのはもうこの世の中山ほどあると思うんですけども、さっきも言ったようにエイブルトンがそれを出したっていうことに非常に意味があるっていうことでね、このように喋ってます。で、このいい点をね、何ポイントかまとめてみたのでちょっと紹介したいと思います。まずは、スマホや iPad を利用して曲のアイデアを記録できる。で、フレーズやパターンはタッチまたはドラッグ操作で直感的に入力ができるっていうことでね、ほんと直感的に入力ができます。録音ボタンっていうのもまずついてません。はい。後で説明しますけども、どういう風に、録音していくかっていうと、キャプチャー機能っていうね、機能を使ってます。はい。で、261種類のシンセサイザー音源、36種類のメロディックサンプル音源、56種類のドラムサンプル音源を収録しております。なのでね、購入した瞬間からすぐに、音楽制作に取り掛かることができます。で、僕がね、最も注目したポイントっていうのは、ノートに書き留めたね、このエイブルトンノートに書き留めた曲のアイデアは、無料のクラウドサービス、エイブルトンクラウドと同期することができるということですね。これはどういったことかっていうと、エイブルトンクラウドに同期することによって、コンピューター上のね、エイブルトンライブの方にそのデータが、読み込まれるというか、そういったことができるんですよね。はい、すごいなと思って。だから、エイブルトンノートの方で作った音色やサンプル、エフェクトっていうのもそのまま引き継がれて、エイブルトンノート、エイブルトンライブの方にバンとね、出るような形なんですよね。これはほんとすごいなと思いました。ただ注意点があって、エイブルトンライブの方のね、バージョンを 11.2.5 にアップグレードしておく必要があります。そこのところだけ一つ注意ポイントですかね。
はい。で、エイブルトンノートの特徴を、あといくつか紹介したいんですが、iPhone や iPad の内蔵マイクを使用してサンプリング音源をね、サンプルすることができます。で、それからトラックごとの音量調整、ミュート、ソロなどが行えるミキサーがついてますよと。はい、軽くね、簡単なミキシングができます。それから、WAV、M4A 形式でエクスポートが可能ということでね、まあ、エブルトンライブを持ってない人でも、まあ、エブルトンノートを使って簡単に曲を作ってね、WAV とかで、保存もできますから、ちょっとね、曲のアイデア作りにね、自分の、このアイデアをメモする程度で使っていただくことができるんじゃないかなということでね、非常に多くの、ユーザーにね、シェアしてもらってもいいようなアイテムかなというふうにも思います。はい。ということでね、実際に、今からね、僕がプレイしているところをお見せしようかなというふうに思います。それでは行ってみましょう。チェケラッチョ。はい、それではですね、エイブルトンノートの方を開くとこういった感じの画面になってまして、以前にね、作った、自分の編集したデータとかは、ここの横の矢印を押すと、チェックすることができます。はい。で、編集データを、中に入ってもう一度編集したいよという時とかは、このサムネイルをね、タッチすると中に入ることができます。ここでね。はい、このような感じで、編集することができます。で、今日は新規セットで、パターンをいくつか作っていこうと思います。では、新規セットを押していただきます。そうすると、セッションビューといってですね、エイブルトンではそういった言い方をしてるんですが、セッションビュー画面という画面に入ります。それで、すでにね、セッションビューに入ると、エイブルトンノートが自動で選んでくれた、楽器のパターンがね、割り当てられています。例えばこの一番左上を押すと、これはシチズンドロップキットというね、ドラムパターンのキットなんですけども、はい、こういった形でね、自動で選んでくれてます。で、もしこれを変えたいよといった場合は、このキットのね、名前の部分を一回タッチしていただいて、ドラムスで、アコースティック、エレクトリック、ハイブリッドという様々なパターンの中から自分の好きなものを選ぶといった形になります。では、今回はですね、エレクトリックの定番の音源808キットでもね、選んでやってみましょう。はい、こういった形のね、音色になります。で、よければこれを完了をして割り当てて、実際に演奏していきます。で、さっきね、冒頭で、このエイブルトンノートには録音機能、録音ボタンがないよというふうに言ったんですが、それはどういうことかというと、まず適当にね、こう言って、こういった形で演奏したものを、ここの真ん中のキャプチャーボタンを押すと、キャプチャーされます。はい。これをキャプチャー機能というふうに言うんですね。なので、このエイブルトンノートでは、こういった録音の仕方がメインになってくるという形です。はい。非常に便利ですね。まあ、エイブルトンの方でもこういったキャプチャー機能っていうのはついてて、例えば練習でね、弾いてた、ね、音がすごくいい感じで、あ、今の撮っとけばよかったなとか、そういうことを防いでくれるというか、はい。もう自動で、弾いている音をエイブルトンが記憶してくれてて、キャプチャーボタンを押すとそれが、保存されるといったような、そういった感じですね。はい。では、一回戻ってですね、ドラムパターンを作っていこうと思います。ドラムパターン、まずは、行く前にですね、この、iPhone のバッテリー画面のちょっと下の部分のボタンを押すと設定画面に入ります。設定画面に入るとメトロノームの設定とか、自分の楽曲のね、テンポの設定をすることができます。はい。で、さらにキー&スケールっていうことでね、ここでね、自分の好きなキーに合わせて、楽曲を作ることができます。ちょっとキーの合わせるのはね、苦手な方とか、ちょっと急いでね、曲を作りたい時なんかには非常に便利かなというふうに思います。今回 C メジャーにしときましょう。で、まずはハイハットを入れていきたいんですが、ハイハットを今回はリピート機能で入れていこうと思います。
リピート機能にする場合は下の段の左から3番目のボタンを押すと、このようにパッド、ワンパッド、オフ、リピートと書かれた、ものが出てきますので、ここでリピートを押して、ここで、8分の1を選びます。はい、そうすることによってで、キャプチャー、はい、これでね、8分の1に刻まれたハイハットがね、打ち込まれたということになります。で、続いてキックとスネアを入れていきます。キックとスネアを入れるにあたり、今のリピート機能が効いているので、リピート機能をオフにします。で、一回再生しながら、入れてみましょう。スネアが入りました。そしてこのね、エイブルトンノートには DAW でもおなじみのクオンタイズ機能というのが入ってますので、クオンタイズをしたければクオンタイズをします。クオンタイズは下の段の下から 1,2,3,4,5 番目ですね。これを押すとクオンタイズが適用されます。で、クオンタイズの設定もこのボタンを長押しすると、様々なね、設定値に合わせることができますので、お好みの設定値に合わせればいいのかなというふうに思います。では、キックを入れていきましょう。再生しながら入れます。適用。次のパターンに行ってみたいと思います。次はですね、自動ではベースがね、割り当てられてますね。これはブルーレッドベースって読むんでしょうか。うん、かっこいいですね。でもちょっとこれを変えたいなといった場合は、ここを一回押してですね、プリセットに戻って、じゃあギターを入れていきますかね。ギターのジャズ C メジャー7選んでみましょう。こんな感じのね、いい感じのコードがね、弾かれてますね。はい、これで、ギターのね、ジャズ C メジャー7というのが入力されました。で、これをですね、ちょっとリバーブをかけたいよとか、エフェクトかけたい場合は、この FX1 と2のところで、それぞれね、自分の好きなエフェクトを選びます。今はね、コーラスエッセンブルというのが選ばれてますが、じゃあここをちょっとリバーブに変えたいなって言った時は、同じくね、名前のところを押して、リバーブを選び、その中からリバーブにもプリセットがいくつか入っているので、この中からね、自分の好きなものを選んで、エフェクトをかけていくという形ですね。ちょっとオートメーションがかかったような形になるので、このように今上下させてますけども、この上下させてるのもまあ、キャプチャーっぽくね。まあ、キャプチャーなんでしょうね。キャプチャーで記録されてて、で、これでいいなと思ったら、適用。そうすると、このような形でね、今ドライウェットのところが、こう、うねうね動いてますけど、こういった、オートメーションを書くこともできます。それではですね、3つ目いきまして、これではちょっとサンプルをね、入れてみましょう。サンプルですね。これもプリセットの方に戻ると、プリセットの中にサンプラーがあるので、サンプラーを選びますと、このようにね、サンプルを録音というボタンがあります。これはマイクと通じていて、外部の音をね、取り入れることができます。ちょっとやってみましょう。わー。そうすると、わー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 。ね、こんな感じで、わー、わー、わー。僕の声が入りました。で、ちょっとね、ディレイとかを使って、ちょっと遊んでみよう。バウンスディレイとかね。わぁ、わぁ、わぁ、わぁ。うん。こんな感じでね。ちょっと、これを曲に合わせると。
いいですね。ちょっとこれでやってみましょうかね。面白い。はい。はい、それで、ここまで出来上がって、もうワントラック追加したいよって言った場合は、ここのプラスボタンを押してですね、ここでまたプリセットっていうのが出てくるので、また好きなね、プリセットを選んでいただければ、ね、いいかなというふうに思います。では、ここではベースラインを、入れていきましょうかね。FM モーターシティ。どれにしようかなと。よし、これにしよう。スインスパルクベースね。これにしてみました。させたりできます。はい。これでね、セッションビューがね、どういったものかっていうのがわかると思うんですけども、まずはこれを、まあ、イントロとか A メロでもいいんですけど、こういった形にして、といった形でね、曲を作ることができまして、そしてこれをさらにね、エイブルトンの、ライブの方ですね、ライブの方に、クラウドとして同期することができるということで、そのやり方はですね、このセット画面に戻ってもらって、この横のね、点点点と書かれた3つの、マークを押すと、エイブルトンクラウドにアップロードという風になってます。これを押すことによって、エイブルトンとね、同期することができます。あとはね、名前の変更とか、アートワークの変更とかも、こちらでできるようになります。はい。ではね、エイブルトンの方に早速、これをね、クラウドの方にアップロードしてみたいと思います。はい。今、エイブルトンの画面に来てるんですけども、クラウド機能を使ってクラウドされたものは、ここにね、今新しくクラウドっていう風に出てるんですけども、クラウドされたものがここにね、出てきてますね。で、このクラウド機能を有効にするためには、ライブの方をまずは 11.2.5 にアップデートして、環境設定の方で、ライブラリーかな?ライブラリーどこかな?ライブラリーのとこでクラウドを表示っていうのをオンにしてください。そうすることによって、ここにクラウドというのが出てくるので、クラウドを選択して、で、今作ったやつね、このセットの3ってやつですね。このセット3の、セット3の ABL かな、これ。で、これをとりあえず開くと。で、開かれましたと。そうすると、さっきと同じ音が、ライブからね。はい、すごいっていうことでね。で、ちょっと説明したいのが、さっき選んだね、このエフェクトとかもね、さっきこれディレイかな、ルームのウッドってやつがね、もうすでにここで適用されてますよね。だから、iOS アプリの方で選んだ、エフェクトとかが、そのまま Ableton Live に持ってっても適用されてるので、非常にね、ミックスとかもしやすいのかなって言ったような、話ですね。はい。
ではですね、ちょっとまあ全てをね、伝え切るのは、なかなか難しいところではありますが、速報的にね、今日はエイブルトンノートを伝えることができたんじゃないかなというふうに思います。今後もね、ちょいちょい僕の方も、このノートを使ってね、作った曲とかも紹介できたらいいなというふうに思っております。それでは本日はご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。